ウルドゥー語は、インドヨーロッパ語族インド語派に属する言語の一つ。ヒンディー語とともに、ヒンドゥスターニー語の標準の一つをなす。北、インドを中心に、パキスタンに、約1300万人、インドに、約6000万人の母語話者がおり、話し言葉レベルでの話者の人口はヒンディー語とともに、中国語、英語に次ぐ、世界第3位とされる。パキスタンの国語になっている。 インドでは憲法の第八不足において定められた二十二の指定言語の一つであり、インド最北部のジャンムーカシミール州では州の唯一の公用語とされ、北部のビハール州、デリー連邦直轄地、ウッタルプラデーシュ州、及び中南部のテランガーナ州では追加公用語となっている。インドの公用語であるヒンディー語と同型の言語であり、両者とも ヒンドゥスターニー語デリー方言の社会的編集に属し、ウルドゥー語はそのイスラム教徒版標準語と位置づけられる。表記法は異なるが、文法や基本語彙は同一であるため、多くの場合相互に理解可能である。ただし、ウルドゥー語はヒンディー語に比して、宗教的な条件から、ペルシア語やアラビア語からの借用語が、より多く使われているのに対し、 ヒンディ語は独立闘争期の言語順化運動の影響でサンスクリットからの借用語がより多く専門的な内容になるほど相互理解可能度は下がる。ウルドゥ語はインドア大陸のイスラム教徒のリングはフランカであり、ウルドゥ語母語話者の80%はインドに分布している。パキスタンはウルドゥ語を国語としているが、ウルドゥ語が母語として使われていた地域からはやや、 外れており、ウルドゥ語を母語とするのは全人口の1割未満である。また、ウルドゥ語を唯一の公用語としているジャンムーカシミール州では、ウルドゥ語母語は者は人口の1%にも満たない。これらの国や地域では、ウルドゥ語はイスラム教のシンボルとして、また現地で話されている、諸言語に対する中立な共通語として使われている。 12世紀13世紀頃から西北インドへのイスラム教徒の侵入が盛んになると、デリー周辺で用いられていたカリーボーリー方言にペルシャ語やアラビア語の語彙を取り入れてできたという。当時はアラビア文字を改良して使われ、ウルドゥではなく北、インドを意味するヒンディーとかヒンダビーと呼ばれていた。14世紀以降、デカン高原にイスラーム王朝が建てられると、 それらの王朝内でもこの新しい言語が使われ、さらにその地域のマラーティー語やドラビダ系の言葉の影響を受けて発達した。その地域は南方にあったので、南部のという意味を持つ、ダッキニーと呼ばれ、ジ子子や女女王提携士のガザルもこのダッキニーで書かれ始めた。16世紀の初めに、ムガル朝が成立するが、宮廷語のペルシャ語と同時に、民間では、 ヒンディ語が話され、第5代のシャージャハーンの時代には、ザバーネウルドゥエムアラーエシャージャハーナーバードという、呼び名を得るほど発達した。18世紀以降ムガル朝が衰退するにつれて、陣営の意味を持つ、ウルドゥという短い呼び名となって、宮廷でも使われるようになる。表記には、ペルシア文字に特殊な音を表すために、いくつかの文字を加えたものである、ウルドゥ文字を用いる。 ただし、インド国内のムスリムは、デーバナーガリー文字を用いる場合があり、この場合ヒンディー語との境界はより一層不明瞭となる。ヒンディー語和者との文通の際などには、ラテン文字を用いる。ザオーラルバウエル・フォーニムズ、オブール・ドゥア・アコーディング・ツー・オハラ文構造は、SOV 型である。就職後は、非就職後の前に置く。名詞には、男性名詞と、 女性名詞の2種類の文法適性がある。文頭ので、逃避疑問文を形成し、文末には、疑問符を記述する。ABCD、東外大言語モジュールウルドゥ語 www.coelang.tufs.ac.jp。2021年9月12日閲覧。片岡博治、薬編、ファイズ刺集花神社。 1994年、ピアニッシモ1516。AB、ウルドゥーフォネティックインベントリー。2020年8月6日閲覧。ありがとうございます。